はい、どうも哲学とです。今回も、召喚ネクロで目指すハードコアヘルクリアやっていきたいと思います。前回でですね、一応、カリムの、目、心臓、脳がね集まったんで、カリムの、フレイルを集めていよいよねメフィストに挑もうかなと思います。じゃあやっていきましょう。クラストバザールですね。でクラスト上層の方に抜けて、トラビンカルに行きましょう。やれるんだったらやっちゃった方がいいけど。上層のウェイポイントは今踏んだから、でトラビンカーですね。まあ一応これの敵もね倒せる部分は倒していった方がいいかな。レベルもあと1個上がりそうなんで。ここら辺の寺院もね、一応なんていうのかな、前情報なしでやる場合はね、全部の寺院調べて、当たりの寺院を探すって流れになるんですけど、結構寺院はね、降りると危ないんで、レベル上げに使うのはちょっとあんまりお勧めできないですね。降りた時の事故がすごく多いので、降りる時はもう細心の注意を払って降りる。降りた瞬間にね、敵がいることが結構あるんで。なんでね、結構ハードコアモードって
そういう危ないところ、危機回避能力みたいなのがね、求められるんで、結構面白かったりするんですよね。まあ、現実でもそういう、なんていうのかな。ヒヤリハットみたいなってやったりするじゃないですか。あれに近い部分が、こう、ゲームでも求められるんで。そういう意味では面白いですよね。死にやすいポイントみたいな。ディアブロ2のスポイラーウィキにも確かニーラタック死因研究所みたいなのがあると思うけど、あれもね結構、なんていうかハードコアやる前にね読んどくとこういうところで死にやすいよっていうのが分かるので、おすすめのコンテンツですね。まさにニーラサックのところとかもね、危ないんですけど。まあ、死体爆破のダメージがね、凄まじいので、うっかり飛び込んでいって、あそこで死んじゃうハードコアプレイヤーって多いんですよね。なので、あそこも怖いですね。はい、クラフトほど。とにかく私のおすすめとしてはやっぱり回復のポーションを出たら必ず拾って、めんどくさいですけど完全回復ポーションをたくさん作っておいて、まあ使うって感じです。これはもう惜しんでも仕方ないんで、あとこういうね雷撃系とにかく気をつけて、敵を減らしていくって感じですね。で、ここ着いたら必ずねウェイポイントは先に取っちゃう方がいいかなって思いますね。なんかあった時に早くここで戻ってこやるんで、敵はもうこうやって削っていくしかないですね。この祭壇前をとにかくきれいにしておいて、でこの中にいるんでね、こちらをそのまま倒してあげると、ね、レベル上げが足りてないとここら辺でね、骨がねすぐに負けちゃうってことが起きるんで、そこだけ注意が必要ですね。で合成してあげると、そうするとねカリブの石が出来上がりますので、こいつをね一旦つけて、このオーブですね、支配のオーブを壊してあげると、
ベラーズヘッド出たけど。おお、ブラッドゴーレムプラス1か。胸あってアイデンさんですね。有名なアイデンハートですね。で、あんまり、まあ売れるからいいか。これ以上持てない。じゃあ行きましょうかね。ゾウの監獄の中もね、骨チビがよくいるんで気をつけていくって感じですね。エルドル、荷物が多すぎる。こいつらが結構やばいんで、気を抜かない。お、危ない危ない。結構あの毒のやつ出現すると効果時間長いんでね、ちょっとまあ一泊置いてあげて、私このマップなんかね、グラフィックが見づらい時あって、結構こっちのなんていうかな、オーソドックスなやつにすると見やすいんで、これでね見てあげたりとかしてますね。あの昔のディアブロの画面ですね。懐かしいですよねこの画面ね。昔はこれでね、まあ当然やってたわけなんですけど、だいぶ思い出補正がかかってるのか。なんかリザレクテッド発売した当初はなんか、あれあんまりグラフィック変わってないじゃんと思ったんですけど、かなり変わってた。わかりますねこれ見て。はい、2階ですね。2階ウェブポイントあるんで、そこから1階戻りましょうかね。
もうね、超巨大マップが生成されちゃうので、まあナイトメアテルは結構大事。下りですね。こっちでもいいんですけど、ここに出しといてウェイポイント踏みますかね。ウェイポイント拾ったところでハードコアだからどうなのかなとは思いますか。まあね、一応逃げたりはできるんで拾っといた方がいい。鑑定して打ってきちゃいましょうかね。ちょっとね、まだ私、おはよう。まあヨルダンの石、まあ自然ドロップでどうしてもね取りたかったんで、ようこそ。入手してないっていうのもあって、まあアイゼン様を打っちゃおうかな。ライフ8、あ、レイン、大撃耐性いいね、これね。これいいじゃん、雷撃耐性。1マスでね、稼げるのはね、結構持っといた方がいいですね。結構ヘル行くと、ヘルっていうかまあ、上の方の難易度はね、かなりですね。耐性がきつくなってくるのでペナルティがねかかるんですけど、ナイトメアでマイナス 40%、 ヘルでマイナス 100% までね耐性が落ちちゃうので、まあそういうのを考えると何かしらのね、ここ耐性対策をしとかないといけないので、こういうねシングルチャームで耐性が稼げるやつなんかはかなりね、後々効いてくるって感じですね。貯めとくと。フラットゴーレムなんだよね。あんまりこのシングルチャーム良くないけど、まあ一応取っときましょうかね。あ、これはまあいらんな今。はい、じゃあこれでいきましょうかね。はい、そしたら、メフィスト戦ですね、やっていきましょう。奥いるやつを守るの倒しちゃったかな。この辺の死体もね、後々もしスケルトンが欠けるようだったら
中のやつですね。これを倒しちゃいます。結構余裕持って倒してますね。で、もしこの奥が、あ、大丈夫かな。でね、これ両側に敵いるんで、先に片付けとくと、なんていうのかな、楽かなと思いますね。精神的に。後でこう、不意打ちされたりとかする心配がないので、こっち側を倒しちゃう。まあいいかもしれないね。で、この裏にもね、いるんでね。あ、いた。もうメフィスト来ちゃいましたね。倒しちゃいましょう。このままね、やれればいい。ちょっと危ないので一回引きましょう。これぐらいだったらすぐ立て直せるので。ちょっとこれはもしかするとディアブロ戦苦戦するかもしれないんで。でこの間にもね、敵の体力は回復しちゃうんですけど、まあ少しだったらね大丈夫なんで、まず、敵を味方を全部蘇らしてから再戦って感じですね。とにかく焦らないって感じですね。マナが足りない。よし、これでもういいので戻りましょう。まあ早めに引くのが結構大事ですね。あのボス戦で、骨が瓦解した時はね、早めに引いてあげて、自分に被害が来る前に、戻れるようにしてあげるって感じですね。骨が全滅した後戻ってもね、あの傭兵とかも死んじゃったりとかするので、結構リカバリーが大変になっちゃったりするんでね。はい、まあ、これぐらいで戻ればまだそんなにはやつのね体力いってないと思うんで、あ、やりましたね。これ奥にもねちょっと、魔法使いなんかもいるんで。メフィストよ、良き旅を、深淵を楽しむ。最後のねアイテムを拾って、でこの奥にあるポータルを開くとね、あの クリアしちゃうんで、まあまずはアイテムを全部拾って、これ以上持てない、行くのがいいかな。はい、そうですね。じゃあ一応ムービーを見て終わりましょうかね。
あんたに言われた通り、私はザカラムの寺院を見つけることができた。その寺院の奥深くには悪魔たちが集まっていた。あの国威の放浪者とタルラ社、そして最後はおぞましき姿を晒した憎悪の帝王メフィスト。そして聞いたのだ、心臓に無数の針を突き立てるがごとき声を。兄弟たちよ、我らはついに再び集った。地獄の門の備えは終わり、最後の勝利の時が近づいている。今こそ地獄への道を解き放とう。かつて敗北せし邪悪が再び蘇る。人の殻をかぶり、何も知らぬ人間たちに紛れて、恐怖は地上の命をむさぼり尽くすであろう。空より炎が降り注ぎ、流れ入りし血が海を成す。正しき者も邪悪にひざまずき、あらゆる生命が地獄の燃える旗印の前に震え上がるのだ。あのおぞましい光景は人の見てはならぬ禁忌だった。これより門が開く。はい、そうですね。そしたら次回、アクト4やっていこうかなと思います。まあね、ちょっとメフィスト戦で結構なんだろうな、骨が瓦解してるような感じだったんで、あの場合によってはね、スキルのポイントちょっと残して、呪いの方のこっちですね、プジュとアイアンメイデンを取った方が安全かもしれないんで、ちょっとね考えます。そこは初戦でね、どれぐらい、まあ、前線できるかなっていうところを見てから、振ってもいいかなと思いますんで、まあ、ちょっとそこは、考えたいと思います。さあ、一応あれですか、戦利品の確認をしておきましょうかね。メフィストの死は天界にとっても大いなる勝利だ。いずれ君がここに至るのは分かっていた。豪華のうごめく地獄の前にあるのは天の力に満ちた福魔殿の砦だ。そこは幾千もの光の戦士たちが血を流した神聖な地だ。君同様、彼らもまた人であった。三大悪との決戦の時は近い。だがそれに私が直接手を貸すことはできない。私にできるのは幾ばくかの知恵を授けることのみ。これは人の勝利、君自身の勝利となるのだ。光の籠があらんこと、天の力がそなたを導くことを願おう。闇に飲まれ苦しむ魂がある。
かつてこの見捨てられた地に囚われていたその魂は人間からはイズアルと呼ばれていた。そしてかつては私の最も忠実な部下だった。だが私の意に背き地獄の炉へ無謀な攻撃を仕掛けた。イズアルは力と勇気を兼ね備えていたが三大悪に囚われ邪悪な力に落ちた。そして彼は天界を裏切り秘匿されていた天界の秘密を明かしてしまったのだ。彼は堕天使となり天界からも地獄からも信頼される存在となった。この禁忌を犯したことでイズアルの魂は深淵より呼び出された異形の怪物の中に縛り付けられてしまった。それから長年の間その魂はその異形の中でセネクを追わされ続けている。彼はもう十分に苦しんだのではないだろうか。英雄よ、イズアルを見つけて無慈悲な檻より解き放ってはくれないか。彼を罪と苦しみから解放してくれ。はい、これでイズアルを解放してよっていうクエストはね始まるんで、まあ、それもね次回やっていこうかなと思います。時は満ちた。メフィストのソウルストーンを破壊するのだ。まずはソウルストーンを地獄の炉に持って行け。炉にソウルストーンを置き豪華で鍛えられし土で粉々に砕くのだ。メフィストがこの世界で再び受肉するのを防ぐにはこれしか方法はない。はい、おフロストノアバーバリア、あーいいですね、警告プラス2。あうん、こっちの方がいいね。クレイゴーレムプラス1があるんでこれ一応取っときましょうかね。もし苦戦した時はこっちに切り替えるって感じでいきましょうか。でこのねメフィストのソウルストーン必ず必要になるんで取っといた方がいいかなって感じですね。この辺売っちゃいますか。ようこそ。はい、じゃあ今回はここら辺で終わりにしようと思います。どうも、今回も動画見てくださってありがとうございました。哲学とでした。